はい、シロです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。さあ、今日は FX3 で、全てのピクチャーフローファイルを、試して、一応取って出しで、皆さんに、お見せしようかなと考えております。それでは、行きましょう。はい、ではまず、今は、PP0 で撮ってます。はい、では今まず、PP0 で撮ってます。でレンズが、一応まあ広めに入るように、24mm で撮ってます。で湖 と、このアスファルトと、草で後ろに富士山があります。でまあ冬の季節なのであんまりちょっと色のない季節なのでちょっと申し訳ないんですけども、まあ、ちょっと色のあるところがないので、とりあえずまあなるべくいろんなものが映るようにはしております。で設定が、ISO160F が 1.4 でシャッタースピードでちょっと調整するために今8000まで上げてます。ND フィルターちょっと今つけてないので、8000で今撮ってます。シャッタースピードを触るのを怖がらないでください。はい、では、次、PP1 に行きましょう。はい、これが PP1 でございます。で、まあ、人がいない状態はまず、こういう状態です。で入りますね。はい、で人が入った状態がこういう状態です。設定はそのまま何も書いておりません。では次、PP2 に行きましょう。はい、これが PP2 でございます。人が入ってない状態がこういう状態です。はい、では入ります。はい、これが人が入った状態の PP2 でございます。はい、では、PP3 に行きましょう。はい、これが PP3 でございます。はい、入りましょう。はい、これが PP3 でございます。いかがでしょうか。はい、では PP4 に行きましょう。はい、これが PP4 です。はい、入ります。 PP4 です。時刻は今1時なので太陽がだいたい真上のちょっと後ろぐらいに来ている状態です。では PP5 に行きましょう。はい、これが PP5 の状態です。はい、 PP5 で人が入るとこういう感じになります。はい、もしあれであれば止めて見ていただいてもいいと思います。では次 PP、 はい、これが PP6 でございます。はい、人が入るとこんな感じです。 PP6 でございます。はい、では次、PP7 に行ってみましょう。はい、PP7 になると、こういう感じになります。ちょっとね、ISO がね800から160まで下げれるようになったのでちょっと暗いかもしれないのでちょっとだけ上げましょうか。シャッタースピード変えましょうか。こんなもんすかね。3200に今変更しました。シャッタースピード3200に変更しました。ちなみに FPS は60で撮っております。はい、では次、PP8 に行きます。はい、これが PP8 でございます。シャッタースピード3200のままでいいかな。はい、入ります。はい、シャッタースピード3200でございます。眠たい映像が続いております。では、PP9 に行きます。はい、これが PP9 でございます。シャッタースピード3200の状態でとどめております。はい、 PP9 こんな感じです。はい、では次、PP10 に行きます。はい、 PP10 なので、シャッタースピードを8000まで戻しましょうか。はい、これが PP10 シャッタースピード8000の状態です。はい、入ります。はい、こういう感じです。まあ、PP10 はね多分皆さんも見られてるかもしれないんですけど、では、お待ちかね PP11 に行っていきましょう。はい、これが PP11 です。シャッタースピードは変えなくていいかな。このままでいきましょう。8000のままでいきます。はい、では入ります。
はい、これが PP11、シャッタースピード8000の状態です。どうですかね、人肌、逆光の状態で人肌どうなるのかな。これちょっとまだ大きい画面で見てないのでわからないですけど、まあ、真逆光上にあるんでね、ちょっと後ろまで来たらもうちょっと変わってくるとは思うんですけども、まあ、こういう感じになっております。はい、はい、これが PP1 でございます。で、まあ、人がいない状態はまず、こういう状態です。で、入りますね。はい、で人が入った状態がこういう状態です。はい、これが PP2 でございます。人が入ってない状態がこういう状態です。はい、では入ります。はい、これが人が入った状態の PP2 でございます。はい、これが PP3 でございます。はい、入りましょう。はい、これが PP3 でございます。いかがでしょうか。はい、これが PP4 です。はい、入ります。 PP4 です。はい、これが PP5 の状態です。はい、 PP5 で人が入るとこういう感じ。はい、これが PP6 でございます。はい、人が入るとこんな感じです。こんなもんすかね。3200に今変更しました。シャッタースピード3200に変更しました。はい、これが PP8 でございます。シャッタースピード3200のままでいいかな。はい、入ります。はい、シャッタースピード3200でございます。はい、これが PP9 でございます。シャッタースピード3200の状態で、とどめております。はい、PP9 こんな感じです。はい、これが PP10 シャッタースピード8000の状態です。はい、入ります。はい、こういう感じです。はい、これが PP11 です。シャッタースピードは変えなくていいかな。このままでいきましょう。8000のままでいきます。はい、では入ります。はい、これが PP11、シャッタースピード8000の状態です。まあ、こういう感じになっております。はい、ということで、とりあえず12種類、見ていただきました。いかがでしたでしょうか。で、まあ、こういうあのいろいろ実験とかあのいろいろ好きなので、僕あのシャッタースピードあの割と変えたりすることもあるんですよね。あのなんだ、動画撮る人シャッタースピードはあんま変えないっていうのが定説ではあると思うんですけども、あの僕実験好きなのでいろいろなんかやってみます。はい、ということで、またね、役に立ったよという方はね、いいねやチャンネル登録をして応援してください。それではまた次の動画で会いましょう。シロでした。バイバイ。